ドゴーンって抜けて下に住んでるお母さん亡くなったみたいな事故もありましたからね。リアル現場シリー、僕何回も言ってますけれども、この YouTube 上ではあんまり人気のないゴミ屋敷の話が僕すごい好きで、まあとんでもなく伸びないわけじゃないですけど苦戦はしておりますね。ちょっとこの辺で挽回する勢いでですね、もしゴミ屋敷の話があれば、僕はもう個人的にすごい好きなんでぜひ聞いてみたいんですけども、はいはい、あ、まあゴミ屋敷からまあお宝発見みたいなの結構まあ聞かれることが多いですよね。ああ、ありそう。でまあ実際お金が出てくることとかはまあ多くって、うん、家帰ってきたらばらまいお金ばらまいてる女の人とかいて、部屋から200万円以上出てきたとか、あとねメルカリとかで頼んで袋こう開けてない人結構いるんですよね。でも何十個もこう新品のもんが出てきたりとか、もう捨てちゃってくださいとか言うんだけど半分以上開いてないとかね。でゴミ整理してる間にアマゾンが届くっていう地獄だからもう本当に買い物中毒なのかもわかんないけど、それ多いのはね、働いてないのに遺産が入ってきた人が多い。だからもうかなり家もあって、もう一生困らないレベルのお金はあって、でも、まあ、特にすることもなくって、すごいこうアマゾンで買い物しちゃって部屋がもう踏み場もなくなってみたいな人が多いですね。なんでまあそういうものあるんですけど、前片付けてた時にですね、一番下からワインが出てきたんですよ。ワインが出てきて、お礼にどうぞって言われて社長が切れてましたね。ワインは厳しいんちゃいます？厳しい。なんか多分ビネガーみたいになってんちゃいます？ビネガーみたいになってるし、たとえすごく保存状態が良かったとって飲みたくないわいっていう。ウイスキーやったらワンチャンありますけど。いやだから飲んでも平気やと思いますよ。平気かもわかんないけど、わざわざ飲みたかないしっていうね。ずっと下で蓄積されてるんですよね。ゴミ屋敷の下にあると住人が思ってる以上に物悪くなるんですよ。だから、ね、服とかって出てきたら取っといてくださいって言われるんだけど、基本的にねもうカビが生えてたり汚れてたりする場合が多いですよね。なんやかんや液体が上からこぼれてきてとか、はは色移りしてとか、もうこんなのっていう、まあクリーニング屋に出したら復帰できる可能性もあるけど、基本的に捨てちゃった方がいいっすよっていう。虫も湧いてるかもわかんないしっていう。ああ、そんな感じになるんですね。そうそうそう。で、ぐーっと圧縮されるんで、なんか物も悪くなったり、匂いが移ってたりとか、そういう場合が多いですね。今の話聞いて、なんとなくそのゴミ屋敷の人ってお金持ちやなってずっと思ってたんですけど、あながち間違いではないって感じなんですかね。あ、それはそう。製品だとゴミ屋敷にしづらいですね。ね、まあ拾ってくる人もいるんですよ。それってね、どっちかというと認知症の人が多いです。僕が入ってた業者は自分でインターネットで探して電話してくる人向けのサービスだったんで、インターネットが調べられて電話することができて、もっと言うと自分の部屋がゴミ屋敷だって認識してる人がお客さんなんで、基本的にはやっぱりそのある程度の普通の行動ができる人だから、めっちゃお金かかるんですよゴミ屋敷って。いやそりゃそうでしょうね。ゲーム機が何台も出てきます。同じ、だからもうスイッチとかでもスイッチごとなくなっちゃうんで、でスイッチとかも壊れますね。やっぱりゴミ屋敷に置いてるとすぐ壊れるんで、なんかいろんなものがすごい壊れやすくなるんですよね。なんかね、まああと多いのが本ですよね。多いのはそのジャンプサンデーマガジンみたいなのが10年分みたいな。ただ希少本が出てくることもあって、一回翻訳家の方の部屋を掃除したことがあって、もうそこからはもう本当に大量の本が出てきたんですよ。その出版社から送られてくる本をそのままこの方図に置いてたんで、まず読んでないし、僕がパッと見ただけであったのが非常に綺麗な状態のバカボンが人揃え。僕なんか何でももらっていいよって言われたんで、ゲゲゲの鬼太郎の花札だけもらってきたんですけど、なんかまた微妙なの。いやポケットに入るからね。あそうか、本だって全部ってしんどいですもんね。いやそうそうそう、でだからなかなか難しく出たため、全部売れば結構な額になるなっていうのは見えてるからもったいないなと思いましたけど、だから、ね、結局一人親方でゴミ屋敷清掃とかやってる人もいるんですよ。そういう人って軽トラで行って全部積んで持って帰って、でそれもなんかまあゴミ処理場に持っていくとキロ単位でお金がかかっちゃうんで、これなるべくお金かけずに処理しようとするんですね。でその本とかは全部メルカリで売るなりブックオフとかで売って、そのまま現金化させるんですけど、紙のゴミ屋さんとかに持っていくと買い取ってくれるんですよ実は。
ジャンプ10年分とかになると結構うん万円レベル、うん十万レベルで買い取ってもらえたりする。そんなのあるんですね。そうそうそう、ただ分類しないとダメなんですよ、ちゃんと。だから分類しないならただですよみたいな、で分類きちんとすると買い取ってもらえるみたいな感じで、紙がいっぱい出てきたら紙の業者に買い取ってもらって、売れるものは全部売って、で出てくる服とかも売れるものは売るし、冷蔵庫とかそういうのも全部あのリサイクルショップに売ったりなんなりして、こう全部現金化するっていうのをやると意外と金になるっていう。まあ全部捨ててくださいっていうところに限りますけどね。だから意外とそうやって丁寧にやっていくと金にはなるよなと思うけど、仕事をあのスピード重視でいくと全部捨てることになるんで、まあなかなか面倒くさいですよなっていう。そうか、細かく見ていったらお金にはなるけど、でもそれやるその労力を考えたらっていうのは結構難しいですね。ああ、そうなんですよ。やっぱり一人1日動かすと何万もかかるわけなんで、結局それも5日間もやってられないし、やっぱり次から次に依頼は来るから、なかなかそうはできないけど、一人でやるんだったら、まあ、ちょっとそこら辺調整しつつ、1個ずつ処理していったら、今から商売する人とかも意外とゴミ屋敷月に1件清掃して、その出てきたもの全部細かく売って何十万回にするみたいなのもできなくはないかなと思ったりしますね。じゃあ結構まあ、ある意味お宝の宝庫でもあると。そうですね。だからまあ基本的に全部捨ててくださいって人が多いの で、特に女性の場合はね、あの本当に大量のものを持ってて大量に捨てるって場合も多いので、あとね、なんか全部捨てないでって言うんだけど、最終的に捨ててってなる人も多いですよね。これも捨てないで、これも捨てないでって言ってるとね、全く片付かないので、基本的にやっぱり部屋のキャッパーと物の量が釣り合ってないわけですよ。なるべく少ない方がいいんですよね。と、まあ、田中さんとかもそうかもしれないけど。で、下手すると床抜けますからね。いや、それめっちゃ怖いですね。うん、特に本とかは。本、ビデオの類はね、本当に溜めすぎると、ドゴーンって抜けて、下に住んでるお母さん亡くなったみたいな事故もありましたからね。でもやっぱり電子化進んでるので、なんか本紙をめちゃくちゃ集めるって人は今後減っていくかなと思いますけどね。でね、やっぱりね、ちょっとゴミ屋敷やってましたから、ブックオフとかに行って希少本が人揃えこうボーンと安く売ってたりするのを見ると、うん、誰か死んだなとか思いますね。ああ、まあまあ、その可能性はなきにしもあらずですね、確かに。あれはでも本当にそういうね、もうコレクターがどんどんこうね、なくなっていく時代ですから、そういうの出てきますよ、多分。なんか一番ゴミ屋敷やってて一番よく出てくるなと思ったのが、あの、ダウンタウンっていうシールが貼ってあるビデオがいっぱい出てきますね。あ、そうなんですか。うん。だからみんな年代的に僕か僕より上で、ガキ使とかごっつええ感じを録画してっていう。懐かしいな。その人が亡くなってとか。ダビングしまくってね。そう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 。当時はそうやって見るしかなかったですからね。ありがとうございます。勉強になりました。リアル現場主義でした。